短足でモフモフ、愛くるしい顔立ち。この可愛い小動物はコーギーと言います。犬の中でも抜群の知名度を誇るコーギーさんですが、実はその見た目からは想像できないギャップを抱えています。まず、コーギーさんといえば、短い足と大きな尻が特徴的ですよね。まるで小さなフローリングモップみたいな体型ですが、このアンバランスな見た目で実はものすごい走力を誇ります。もともと牧羊犬として、羊の群れをコントロールするために生まれたため、あの短足でも素早く動き回り、足元から羊たちにガブッと行くわけです。人カスがどれだけ鍛えても、コーギーさんの追い込み能力にはかなわないでしょう。さらに、コーギーさんはその丸っこい外見とは裏腹に、警戒心も強くかなりの勇敢さを持っています。自分の何十倍も大きな動物に対してもひるむことなく、しっかりと吠え立てます。見た目がふわふわなだけに、可愛くて従順と思われがちですが、実はプライドが高く、自己主張も強いのがコーギーさんなんです。飼い主であろうと納得しない命令には堅くなに従わない、いわば犬飼いの頑固者。下手をすると人かすに上から目線で接する場面も少なくありません。でもこの可愛い姿と強気な性格が相まって、他の犬種にはない愛嬌が溢れ出てくるんですよね。とはいえ、こんなに愛らしいコーギーさんにもデメリットはあります。それは、短足な体型ゆえに腰を痛めやすく、足への負担が大きいこと。元気いっぱいに走り回りすぎると、どうしても足腰が疲れてしまうわけです。コーギーさんのこの小さな体には、大きな身体的リスクが潜んでいるんですね。そんなギャップに満ちた愛すべきコーギーさんたちの動画を見て笑ったら寝ましょう。イッヌの遊びの定番。コーギーじゃないけど、うちのもよくやってる。バランス崩して倒れるのがワイの子のお約束。目が回らんの？回ってるから倒れる？おもちゃおもちゃ。太ってる感じはしないのにむっくりしてて可愛い。けん玉みたいなおもちゃだな。肉のイメージのおもちゃかと思った。コーギーさんの動きがややリズミカル。ぐるぐる散歩楽しい。尻尾フリフリで可愛い。コーギーって、もしかしてガニ股？犬のガニ股は可愛いが、ワイのガニ股は笑われる。だってコーギーは存在してるだけで可愛いもの。後ろに気がついてないコーギーさん。子供はしょぼ、コーギーやー。あいつ、人の縄張りを。全く後ろに気がつかないコーギーさん。コーギーの尻尾をおもちゃにする子供ちゃん。尻尾パシパシ、気持ちよさそう。ウキウキプリプリ。お尻がプリプリ。魅力的だなー。コーギーの本体はやっぱり尻。モフモフしてる。もたついてるコーギーのお尻。焼きたての食パンが動いてる。もたもたしてるのが愛おしすぎるわ。後ろ姿だけでこんなに笑えるとか反則やん。コーギーのお尻、たまらん可愛さやな。お尻がプリプリして可愛すぎるわ。これぞ究極のプリケツやな。イッヌさん、おもちゃに煽られてブチギレてしまう。ツッコミが鋭くて草。煽り犬。こぎかす突っ込んでて草。イッヌさん鳥に餌を奪われる。イッヌ、無力すぎるわ。取られたのに気づいてへんのちゃうか？冷やしコーギー始めました。冷たくて気持ちええんか？ワイも一緒に冷やしてくれや。天使がおっさんに変わるとき。誰だよ、これ。直前までの可愛い子はどこ行った？起きてるときと寝顔のギャップがえぐい。うちの父ちゃんの寝顔に似てる。凄惨な現場にいた犯人。あらあ。こりゃ大変だ。犯人犬あの、これには訳が。現場は大ごとだけどしょんぼりしてて可愛い。コーギーさんの背後に潜むのは。コギムラ後ろを。コーギーン。チワワの子犬かい？どっちも可愛い。コーギーさんはお仕事熱心。バッチリ決めてる。似合ってて可愛い。お仕事お疲れさんです。途中で倒おうとしてるけど。転がって転がってただ転がって。ただ転がってるだけなのに可愛い。コーギーの後ろ姿の魅力が満載。ゴロン、スリスリ。癒されるわー。上がれねえ。足が短いから腹が使えてんのかも。さりげなくひどいな。必死な後ろ姿かわよ。集中させない子犬集団。ヨガ教室？
いやー、集中できないじゃん。コロコロかわいい。どこの天国だ？お宝お宝。イッヌは棒が好きだねー。自分サイズ超過の棒ほどテンション上げる。ちょっとキツネっぽい。そこもかわいい。こんにちはとごきげんよう。コーギーこんにちは、プードルごきげんよう。プードルさん、お嬢様っぽい。短足犬と足長犬。どっちも魅力的。可愛くてごめん。虜にしちゃってごめん。ムカつ、かん。可愛すぎて言葉出ない。なでなでしたい。ワンコウニワトリ小屋に入れた結果。まるで俺らじゃん。入れるときになんで？ってこっち向くのいいね。こんな無残な結末を迎えるとは。ブチギレてしまうコーギーさん。犬に冗談は通じないらしいな。自ら信頼を失っていくのか。犬は食べ物に関してはシビアやねん。リンゴをこっそり食べちゃうコーギーさん。ハムスターかと思ったら違った。バレた瞬間驚いてて草なんでバレへんと思ったんや。コーギーの赤ちゃんやる気がない。ええんかこんなので。これはいいコーギー。かわよやないか。イッヌさん、飼い主さんに気づかずスルーしてしまう。あれ、どこどこ？落ちて腰砕ける。無視してるだけやろ。犬って実際は全然鼻使わんよな。コーギーで耐えられた方はいましたでしょうか？最後はイッヌさんたちの動画で畳みかけに行きます。では、笑ったら寝ろ。白い犬の散歩絶望編。これも笑うのめっちゃ大変やん。本人は楽しそうで何よりやけどな。汚れ具合がアートやわ。泥エステでもしたんか？白黒はっきりつけたかったんやな。泥んこ遊び、ワイも混ぜてほしいわ。軍で仕事してる犬が普通のワンコに戻る瞬間。オンオフの切り替えがすごい。めっちゃ嬉しそうやん。プロの顔とワンコの顔、両方持ってるのがええな。真面目な仕事犬にもこんな無邪気な一面あるんやな。仕事と遊び、切り替えが完璧やんか。自分のことをひよこだと思っている子犬。ひよこはお母さんと思ってるのかな？かわいい。こいつらアヒルやろ。とても反省している犯人。反省したふりしてるけど明日にはまたやるよね。ゴールデンはこの顔したら許してくれるってわかってんだよ。絶対反省してないじゃん。旅館並みにスリッパあって草。ナイスな呆れ顔のワンコ。遊ぶ気ゼロのベテラン感、めっちゃ伝わってくるわ。まだまだやなって言いたそう。若手の元気に付き合ってられへん、って表情がリアルで草。ワイも昔はあんなんやったなって、遠い目してそう。毛玉の妖精。モフモフでかわゆす。何この妖精、かわいすぎだろ。ワイもイッヌ飼いたくなってきた。最後に勝ってするのかわいい。小さすぎるハンバーガーに怒りが収まらないイッヌ。これは切れて当然やな。ワイもこんな量やったらブチ切れる。こんなん赤ちゃんサイズやないかい。見送ってくれるイッヌさん。なんて幸せなシーンなんだ。これならワイも仕事頑張れるわ。むしろすぐに家に帰りたい。お仕事行かないもん。重力を無視するイッヌ。こんな華麗な垂直飛び見たことない。助走ゼロでこの跳躍力えぐくね。猫やん。キチゲ解放へ犬。はや。何があったんや。楽しそうやん。うちの犬はうんこの前にキチゲ解放するで。写真見せたら真似するのかわいすぎる。なんやそれ、天才犬やん。ポーズの再現度どんだけ高いねん。もはやアイドル犬の貫禄で撮るで。イッヌほな、このポーズでええか？マネっこうますぎて草生える。自己プロデュース力高すぎやろ。再現ポーズのプロ爆誕。イッヌ次はどのポーズや？アイドルイッヌ再び現る。写真慣れしすぎた柴犬。ポーズ決める柴犬はプロモデル系。マネしてくれるイッヌはエンタメ系かな。私なんかよりよっぽど写真慣れしてる。JK 並み。表情決め派 VS モノマネでファン増やす派。どっちも違う良さで可愛さ極めとる。フェンスから覗いてるワンコ。お耳がスヌーピーみたいだし。
メガネかけてるみたいだし可愛い。戦闘力が数字で見えてそう。ヒミコワン。ミニスヌーピーでオシャレメガネ風やな。見てるだけで未来予知されそう。絶対に耳が起き上がるわんこ。ピヨンって耳が起き上がるの可愛い。犬種なんやろチワワかな、ミックスかな。何か言ったらすぐ反応してくれそう。ワイも耳ピヨンスキル欲しい。ピヨン耳が発動するたびに可愛さで心臓打ち抜かれるわ。